どうも、エルザです。それでは、原神やっていきたいと思います。さて、やっとアップデートが来たので、今回から続きをやっていきたいなと思うんですが、そうだね、間が空いてたんで、ちょっと世界ランクも上げたりとか、今4だね。ね、冒険者ランクも今37という感じで、多分それなりにスムーズに進めるんじゃないかと。あと、大きく変わったのが、ディルックだね。ディルックを、まあ、星5で当てることができたんで、いやー、これは嬉しいね。無課金で引けたっていうのがでかくて。まあ今、レベル69だね。70手前という状況です。じゃあやっていこう。まず上に上がっていって、ここでもない。結構ね、上に上がるような感じなんだよね。あー、山か。じゃあちょっとワープして飛ぼう。さて、飛んできました。ギルドにはまだ仕事が残っているんだ。ちょっと回復しとこうか。みんなを守る。あの上、さらに上か。ついでにちょっとお宝拝借していこっか。いくつかね。またちょっとね、ガチャ引きたいしね。まあやっぱそれなりだね。呼吸が整えばついていけるよ。いやー、それにしてもさ、世界ランク上がったのはいいんだけどさ、アイテムを手に入れやすくなったからね。上げるタイミングが悪いとキャラが全く育てれないというか、負けるんだよね、あの素材のボスに。上げるタイミングはかなり大事だねーと思ってるんで、今後はちょっと上げるタイミングはだいぶ見直すかもしれないね。姿を見せよ、オーズ。えらくやかましい音が。おい、料理邪魔。この料理強制的に入るの嫌だよね、四角ボタンでね。よし、終わり。まあね、こんだけ頑張っても2だからね。よし、さらに上か。お、あったねー、あれは。取っておきたいけど。ほら、空にあるあれが軍玉閣だ。あー、どうやって行くの？しまった、道案内役なのに天井への行き方がわからない。あー、そうね、前回のあの子に聞いとけばよかったね。でも地図上から軍玉閣の位置を直接探すのもありだと思うぞ。その近くに上がる方法がある。
登れてる。ありがてえ、これ。ちょっと瞳は取っときたいね。あー、そういう生き方ね。それを解けとの前に、さっきのね、あー土か。まあいっか、ハートにするか。見ろ、装置だ。この位置にあるからにはきっと軍玉閣と関係があるはずだぞ。そうだね、軍玉閣につながる道かな。きっとそうだ。でここで風っていうのがね、またやらしいよね。ここまで土だったのにいきなり風に変えさせるっていうね。さあ、お宝取っちゃおう。リリエ戻るか。なんで？上がる方法は秘密じゃないはず。まあ確かにね。ああ、分かったぞ。じゃなきゃあのカウが軍玉閣まで案内してくれてるはずだもんな。よし、お前の言う通りに。まずは、また下を見ろ。もう奇襲機の近くまで来てたんだな。ふーん。そうだ。空気でお前を上に飛ばそうか。いや死んちゃう。非常食扱いを根に持ってる。安全面も忘れてただけだぞ。まあ防炎機能があるからね。そうだった、確かにそれは使える。さあ奇襲機で上に行く道がないか探そうぜ。じゃあお宝ゲット。あー、開けるだけか。奇襲機、あー落ちてもいいように、ああいう風になったんだね。反対側か。あれはお宝だね、欲しいね。ほい。まあね、直したのも無駄じゃなかったって感じだね、これに関してはね。意外とお宝まだいっぱいあるな。あれ、またなんかいる。止まれ。ほう。何者だ、勝手に用地に入り込むとは。用地？そうだそうだ、わけがわからないぞ。オイラたちは招待されてここに来たんだ。そんな風に。いや、また。まさか行子わざとか。軍玉閣に招待するふりをして、実はここに来たオイラたちを捕まえるつもりなんだ。まだ招待されたことを彼に説明していない。何を、普通に仕事しているのに卑怯とは。意味がわからない。とりあえず捕まえるぞ。来るぞ、やってやろうじゃないか。いや、パイモンがややこしくしただけで。おお、本当に。てか60超えてるね、やっぱね。
でに回復させてもらうか。夜の権限。消えるんだ。ほい。まだ来る。多いね。第3ウェーブ待てか。あれ結構落ちていったね。して戻ってきたね。全然こっち気づいてないんだよな。断罪の名におい。そっかよ。燃やし尽くせ。意外とね、こうキャンセル入るからね、このゲームね。敵の脇がね。しすぎだな。こっち来ないかな。もう動かなくなった。そう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 。もうこっち来てくれれば。よしよし。やめなさい。何事？はあ、マジか。国政じゃん。国政様、この不審者たちが奇襲機に何かしようとしています。誰が不審者だ。軍業閣への道を探してるだけ。軍業閣？君たち何者？招待された客人でリーユエ七世を探してる。そっちは？奇遇ね。私がそのリーユエ七世よ。私は国政リーユエ七世ユーヘン。旅人、君のことは知ってるわ。行幸の客人よね。まさかここで会うとは。ほう、こんな荒野でお金持ちと会えるなんて思わなかった。壊れた天候古城園の奇襲機が一夜で修復された。私がここに来たのはそのことを調べるためよ。この戦艦軍たちがいるのも現場を守るためだけだから。5回言っとったんだな。はい、全く思いつかなかった。ちゃんと考えればわかる。そもそも仙人の作った装置を直せる凡人がいるなんて、七世にとっては不思議な話よ。ひひん、それはな。し、余計なこと言わないの。ああ、そうだ。幽閉様は天犬様がオイラたちを招待した理由を知ってるか？国政でいいわ。そうね、彼女が君を呼んだのはモンドを救った英雄に中立を保っていてほしいからだと思うよ。完全に仙人の味方にならずにね。ほう。別に誰かの味方でもないよな。あの仙人たちだってリーユエを守ろうとしてるし。その守るは上から目線の傲慢のことかしら。ほう。ほう。君たちは凡人、彼らの守る対象だから、彼らは君を神を殺せる資格だとは思わないでしょう。だから行幸が現場を封じ、民を取り調べて資格を探すなんて命令を。彼らは何かを隠すための工作だと思ってるんでしょうね。そう、彼らは私たちを軽蔑してるわ。確かにそれも一理あるかも。でも
国政みたいな仙人を敬わないリーユエ人は初めて見た。時間の概念が薄いだけで敬えと？彼らは凡人に対して傲慢だから、私たち七星にしばらく手は出してこないでしょうね。いい、今のは忘れて。敬わないはあくまで私個人の心情だから。行幸はそんなこと言わないわ。とにかく今回彼らの行動は十分自制があるものだと認めるわ。帝君の殺害は尋常じゃない。こんな事態を前に彼らは直接攻撃してくるのではなく、他の仙人を召集して話し合うことにした。思いのほか理性的ね。意外だわ。あー、意外なんだ。行幸はね、何でも交渉で解決しようと思ってるけど、それは詭弁だわ。仙人の時代は終わった。リーユエ七世さえもそれを受け入れなければ、リーユエの未来はどうなるの？うわあ、また大胆な発言だな。まあ話は以上よ。ここまで話すつもりはなかったけど、君はいい聞き手よね、旅人。さあ軍玉閣に行きなさい。ちゃんと時間を守ってよ。行幸に会いたい人はたくさんいるんだから。リーユへの富豪たちにとって軍玉閣に登ることは最高の栄誉よ。なんたってメリットしかないもの。へえ、メリットしかないのか。パイモン、そこじゃない。でもでも、そうだ、手土産もリーユへの文化だぞ。メリットのためじゃない、リーユへの伝統文化のためだぞ。まあまあ、手土産は後でいいから、まずは軍玉閣に行く方法を教えるわ。本当はここに来なくてもいいの。リーユエ港に戻って月海邸で案内人を探せばね。それから、ではまた会いましょう、旅人。おう、あの幽変は仙人を敬わないけど、あっさりした人だな。まあ一理、まあ同感できる部分あるよね。そうだ、行幸への手土産はどうする？そうだ、昨日夢で素敵な料理を思いついたんだ。その名もアイシングスライム。行幸みたいな大富豪にぴったりだと思うぞ。それを手土産にしようぜ。夢で思いついたものどうするの？栄光と富が待ってるぞ。ほんとスライム好きね、このゲームは。はあ、んーじゃ、意外と近場か。あー、近場だね。飛んでいくか。あー、でもちょっといい頃合いかな。そうだね、いい頃合いだね、時間的にね。いやー、でもまさか国政が出るとはこんな早く、ちょっと思ってなかったけどね。国政欲しいよね。マジで引けないからな。はい、ということで今回ここまでとなります。次回はこの続きですね。パイモンが欲しい材料を探すということで、材料探しかな。でうまくいけば次回いけるといいなー。ということで、ここまでご視聴ありがとうございました。よければチャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それではまた次回お会いしましょう。じゃあまたねー。